あなたが普段作っているお料理を痩せるメニューに早変わりさせる食材トップ3をお伝えしていきます。今回のご紹介する食材はすべてイオントップバリューさんで買えるんですよ。ランキング形式であなたにお伝えしてまいります。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えする痩せる食材の痩せるポイントは2つあります。1つは腸内環境を整える食材だから、2つ目は完全な無添加の食材であるからなんですね。で、その理由はあなたの腸内環境が整って、そういったこう余計な添加物を取らなければあなたは痩せ体質になることができるからなんです。例えばあなたがもう添加物たっぷりの食材を毎日召し上がっていらっしゃって、腸内環境に悪いものイコール、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が好むようなものをいっぱい食べてしまわれると、決して長期的に痩せることができないからなんですね。なので痩せるポイントは腸内環境を整えてくれて、なおかつ無添加であること、この2つを常に食材選びの時にはチェックしてみてくださいね。では早速ランキングに入っていきましょう。第3位はこちらです。三島の青のり国産 100% です。で、こちらは原材料をチェックしてみますと、青のりかっこ日本ということで、あの三島食品さんがですね、自信を持ってお届けした青のりですということで、もう自信たっぷりにね、こちらに商品説明で書いてあるんですね。で、こちらは海藻です。海藻がその痩せる腸内環境を整える食材なんですね。効能はこちらです。もうとにかく水溶性食物繊維がもうたっぷり含まれていますから、悪玉菌とは違うその痩せる菌の方です。善玉菌の餌となってくれて、結果あなたの腸内環境をきれいにねしてくれる、食材なんですよね。こういった海藻の効果を使うことで、あなたはその普段のお食事にちょっとトッピングするだけで痩せる効果を上げることができるんです。で、例えばですね、私はこちらも本当に普通にあのお米にご飯にかけても食べますし、あとお味噌汁にパパッと振りかけたり、また娘のお弁当の卵焼きに入れたりと、もう簡単にもうちょっと足すだけで海藻を取ることができるんですね。こう例えば普段海藻ってなかなか食べれてないなっていう方は、難しく考えなくてももう全然 OK なんですよ。こういったものを手軽にも何にでも振りかけてしまえば OK なんです。ではどんどんいきましょう。第2位はこちらです。白子のりのオリーブオイル味のりです。エキストラバージンオリーブオイルを使用したハーブソルト風味の海苔です。あ、ごめんなさい、先ほどの第3位のお値段お伝えしてませんでしたね。お値段はですね、三島の青のりさんはこちらで、税別の218円でした。では続けましょう。こちらですね、味のりなんですけれども、原材料名は海苔、国産、あとオリーブオイル、食塩、ハーブはマジョラム、バジル、オレガノ、タイムが入っています。ですね、20枚入っているんですね。板のりが2枚分20枚です。で、こちらはもう私すごく嬉しいんですけれども、ここです。素材の美味しさを味わっていただくために、化学調味料かっこ調味料アミノ酸無添加にこだわりました。もうこういったですね、食材を食品作ってくださるもう会社って、私も本当にありがたいなと思うんですね。よくないんですよ、調味料かっこアミノ酸などというのは化学調味料のことですから、わざわざですね、原材料名に化学調味料なんて書いてる食品ないんですよ。必ず調味料かっこアミノ酸などって書いてますから、もうくれぐれもあなたも選ぶときは気をつけてくださいね。というわけで、このオリーブオイルの海苔なんですけれども、お値段なんですけれども、こちらはですね、258円でした。そしてこの海苔の効果がまたすごいんです。痩せる効果です。あなたの血糖値の急上昇を抑えてくれます。イコール脂肪を溜め込むこう力を抑えてくれるんですね。で、また脂肪燃焼効果がそのことでアップして、新陳代謝も上がって、また成長作用、腸を整える作用もありますから、もう海苔ね、いいですよね。で、またプラスここでオイルがいいんですね。腸内環境にとても良い
オリーブオイルを使ってくださってるんですね。なので便秘改善になって腸内環境が改善されて、あなたの腸内で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をですね、こう元気にいつまでも居続けてもらうために必要なオイルが使ってあるんですね。もう嬉しいですよね。これ植物油とか書いてあるとちょっと NG なんですね。やはり酸化しやすくって、そのトランス脂肪酸などこう悪いね成分が入ってるオイルももう世の中いっぱいありますから、こういったこちらですね、ボスコさんのオリーブオイルですよね、使ってらっしゃるのがエキストラバージョンオリーブオイルですよ。これすごくいいオイル使ってらっしゃいますので、もうこのオイルが使ってあるこの海苔ですね、もうこのまま食べてもね美味しいですよ。おやつ代わりでもいいと思いますし、もうほんとおにぎりにパパッとね使ってもいいですし、サラダにこうまぶしてこうくっつしてですね、振りかけてもめちゃくちゃ美味しいです。一押しです。ではいよいよ第1位を発表いたします。こちらです。朝日松さんのフリーズドライ納豆引き割りタイプです。こちらですね、もう本当に原材料が納豆と食塩と納豆菌だけの、まあ、ドライ納豆なんですけれども、もう私こちらハマっておりまして、もうほんと朝のお味噌汁だったり麺類でもいいと思うんですけども、パパッとねまぶしたり、またおにぎりに混ぜてもいいですし、もう娘のお弁当の卵焼きにもこちらすごくね重宝しております。もう簡単にもう入れるだけ、振りかけるだけ、あえるだけみたいなね、もうだけでいいんですね。もうこれすごく簡単で、ドライ納豆ですからネバネバしてないのですごく使いやすいんですね。ではドライ納豆の痩せ効果です。こちらです。もうとにかくイソフラボンが豊富です。イソフラボンが入っていることで脂肪燃焼効果もアップしますし、またコレステロールですね、悪玉コレステロールも抑えてくれるというダイエット効果があります。でまた大豆オリゴ糖や食物繊維タンパク質がもうとっても豊富なので、あなたのその腸内環境の痩せ菌、善玉菌の餌になってくれますし、またタンパク質がいっぱい取れることであなたの肝臓を元気にすることができるんですね。肝臓も元気ではないと痩せ体質になることはね、もう遠回り難しくなってきますので、こういった良質のタンパク質を取ることであなたのダイエットは成功する近道になるんですよ。私こちらお値段お伝えしてないですよね。フリーズドライ納豆引き割りタイプは、イオンさんでですね228円でした。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお届けすることで、あなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もうどんどんご参加ください。また私のこういったお話に対して、まあ、特にダイエット法なんかはですね、ご質問ある方は詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらからご登録後直接私にお話しされていらっしゃいますので、ご必要な方はおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。